コレコビジョンは1982年8月にコレコが発売した第二世代の家庭用ゲーム機である。コレコビジョンで業務用ゲーム並みのグラフィックと遊び方を楽しむことができ、あたり2600のソフトが遊べ、システムのハードウェアを拡張できる方法があった。コレコビジョンは12タイトルのゲームソフトのラインナップを引き下げて売り出され、10タイトルのゲームソフトが追加販売された。 約100タイトルのロムカートリジ形式のソフトが1982年から1984年の間に売り出された。コレコは任天堂のドンキーコングを許可を得た上でコレコビジョンの公式付属ゲームソフトとした。ドンキーコングの移植は業務用に近い完成度を誇り、コレコビジョンの人気に火をつけた。コレコビジョンの競合製品だったあたり5200は より先進的ではあったが、商業的には成功しなかった。アメリカ合衆国外では、CBS エレクトロニクスがコレコビジョンを CBS コレコビジョンの名で発売した。当たりショック直前である1983年初期までは100万台を売り上げた。1986年に、ふざわがコレコビジョンとそっくりなゲーム機ディーナを製造し、テラゲームスパーソナルアーケードが売り出した。 現在のところリバーウエストブランズがコレコビージョンのブランドを所有している。拡張モジュールの一種スーパーアクションコントローラー、藤田直樹。米国におけるビデオゲーム産業の形成と急激な崩壊現代ビデオゲーム産業の形成過程。経済論争162、440から457、ドイ10.14989。10. 45249https コロンスラッシュスラッシュ doi.org スラッシュ10.14989スラッシュ45249ホースタービニーザ・エンサイクロペディア・オブ・コンソールズハンドホールズホームコンピューターズ1972から2005ゲインプランピアニッシモ、ピアニッシモ、五50 ISBN300 から015359から4 トレードマークレジストレーションフォーリバーウエストブランズ。ありがとうございます。